やっぱりメディアのせいなのか、どうしても監査と非監査会社っていうのはですね、なんか対立するもんだっていうイメージが先行してるようなんですけど。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。本日もですね、皆さんから寄せられました質問への回答動画を収録していきたいと思います。ではね、早速今日の質問ですね。鋼の錬金術師さんからですね、監査をしていて優秀だなと感じる経理マンはどのような人柄であったり、対応及びスキルを持っている人がいましたか？また小山さんの感じる優秀な経理マンを教えていただきたいですと。経理マンですね、今回経理職員というか、そちら側のね、人材としてどのようなまあ特徴だったりスキル持ってたらよかったですかというご質問になります。でね、実際ね、僕の簡単なプロフィール言うと、まあ2010年ね、公認会計試験合格して、そのままね、トーマスで2014年まで働いてましたんで、いわゆる監査をやって、いわゆるね、上場企業の監査をしてますんで、上場企業のね、経理職員の方だったりね、まあいろいろやり取りした経験がありますんで、まあそれを踏まえてなんでしょうね、経理職員として、まあどういった人柄だったりスキル持ってたらよかったですかと、小山さんの感じる優秀な経理マンを教えてくださいということでしたんで、そうですね、僕が感じる優秀な経理マンっていうのを3つにまとめてみたいなと思います。で、まずその1ですね。で、あくまで僕、監査人としての立場と経理職員の方との対応で思いついたというのを軸にちょっとお話ししていきたいなと思います。それを根底にね、お話していきたいと思います。で、まず一つ目ですね。これはですね、監査をする過程を思い浮かんでいただいたら分かるんですけど、一般的にはね、上場企業であれば開示、結局有価証券報告書だったりね、例えば年1回開示してですね、それを見て投資家さんがね、投資してくれるっていう風の流れがありますんで、まあ、実務経理で、ね、会社の生産活動だったり販売活動があって、それをね、単体決算があって、連結決算があって、開示があってと、このようにね、流れがあるんですけど、まず一つ目はその流れをそもそも知っているっていうのが結構優秀な経理マンの特徴じゃないかなと思います。まあ、いつもね、僕が言ってる通り、まずゴールを明確にしろと。で、ゴールを明確にした上で、今自分が何をやってるのかと。で、もっと言うと現状ね、今は何なのかと、どこなのかという部分を知ってれば知ってる人ほど、まあその無駄がないというかですね、まあ誤りが少ないも含めてですね、あると思いまして、じゃあこの監査の目的っていうと、あくまで適正な開示ですよね、開示。それは財務諸表、有価証券報告書にて、投資家にね、適切な意思決定に資するための財務諸表ですよね、貸借対照表、PL、損計算書、もろもろですよ、っていうのを出すというのが第一目的としてありますんで、これは共通の命題のはずなんですよね。監査人と経理部隊ですよね。これ共通の命題のはずなんで、じゃあですよ、僕らが対峙するね、一緒にね、お仕事させてもらう経理の人が、いや、俺単体担当なんでと、でもっと言うと、俺はなんちゃら管理部門のこの部門しか見てないんでって言い出すとですね、結構ボトルネックになるんですよね、スムーズにね、監査が進まないと。例えばね、この質問して売上の増減が顕著にありますと、なんでですかって聞いたら、いや、俺売上担当じゃないんでとか、これ連結に聞いてくださいとかっていう感じになると、もう進まないんですね。っていう意味では、言った通り、単体の決算、連結の決算、開示って流れてるんですけど、たとえね、自分が単体だろうが、連結だろうが、開示だろうが、まあ、いろんなね、パートがあると思うんですよ、経理職員の方でもね。でもその横断的にそこのね、タスキリレーじゃないんですけど、自分こと以外も、まあ、網羅的に知ってるっていうのは、これすごいね、やりやすさに直結するんじゃないかなと。で、おのずとね、そのように視点が、視野が広いってことはですね、当然ですけど、知識の幅だったり、学びの意欲とか含めて、すごいやりやすい、建設的にやりやすいという部分が一つありましたね。で、二つ目ですね、優秀なというと、もうすごいね、欧米というかね、上から目線になるかもしれないんですけど、全然フラットな意見で、二つ目としては、やっぱり監査そのものを知ってくれてる、知ってるっていう人は優秀だなと思いましたね。それは別に僕が監査人だからじゃなくてです。お一人のビジネスマンとしてですね、例えば相手の仕事を知るとか相手のことを知るって、これ基本中のキーだと思うんですよね。っていう部分で僕ら監査ですよ。で、経理の方っていうのは自社のね、経理帳簿付けだったり税務申告だったりもろもろあると思うんですけどね、生産だったり含めてですね、っていうのを含めて監査っていうのは実は一つの仕事、開示っていうね、それ企業のための資金調達のためのね、大事なディスクロージャーなんで、そういった部分で自分たちの仕事だと。で、監査を受けるっていうのもまあ当然義務だよと分かってると。で、その監査人の仕事って何なんだろうって知ってる人はめちゃめちゃ優秀だと思いましたね。なんでその視点がどうこうっていうのもそうなんだけど、やっぱそういう視点を持ってくれてる人っていうのは、やっぱりその他の仕事、まあその自分のね、仕事も含めてなんでしょうけど、やっぱりそもそも優秀なんだなと思いました。仕事ができるできないで言うと、もう圧倒的にできるという部類の人たちなんじゃないかなと思って対応してましたね。なんで何かっていうと、例えばですけど4月とかにあれば確認状がね、返ってきて残高の差とかを調整するんですよね。で、特に会社の方にね、売掛金ちょっと先方と差回答とちょっと違うんですけどって言ったらですね、その経理の人も、なんでずれてるんですか、うち正しいんですよとかじゃなくて、あ、ずれてるんですよねと、ふむふむと。で、監査人としては当然一致してなきゃダメですよねと、この差異を埋めたいんでしょと、ということで、あ、すいませんと、これね、売掛金確認残高をね、抽出した時にはこれまでの売上しか入ってなかったんですけど、実はね、それから1週間までにこんだけの請求書を上げたんですよと。なので先方が答えてるのはこの請求書分も含んで入ってると思うんですよね。だからこの請求書ね、7枚ありますけど、ちょっと集計してみてくださいと。で、パチパチパチと打ってみると、だから実際、あ、差異埋まりましたと。確かにその確認基準日ですよねと、実際ね、確認上の返答から考えて、その差異っていうのは合理的ですよねと、分かりましたと。もうこれ
一直線じゃないですか。でこんな感じで監査人が何を求めているのかですね、どういう手続きを今何のためにしているのかですね、これをねぜひできる範囲でいいと思うんですよね。監査人も当然ですけど何のためにやりますかとかあんまり言いにくい部分も当然ありますので、調べたりする関係上ね、なんですけど一般の分かっていることってありますよね。じゃあ実査って何のためにやるんだとか、確認状って何のためにやるんだとかですね、分析的手続きですよね、なんでそういったね増減分析する必要があるんだとかですね、受けてる側って今ねあえて経理部隊の方のことを言いますけど、受けてる側も、まあ、そのね監査をしてる側の意図とか心境とか何を求めてるか、何があれば良しとしてくれるのかっていう部分をぜひね裏読みじゃないですけど先読みしたり経験でね積んでいく部分あると思うんですけど、蓄積してってもらえるとこれはねめちゃめちゃいいと思いますね。でなぜならばなんですよ、監査人が楽したいとかじゃなくて、それは共通の命題として適切な開示っていうのがあるわけですよね。で多くの会社、ほとんどの会社っていうのは当然不適切な会計だったりね虚偽とか粉飾とかするつもりは毛頭ないと思いますんで、なので基本的には監査の制度っていうのは丸を証明しに行くってだけだと思うんですよ。別に×を丸にしていくっていうフローではなくてですね、そもそも会社もピュアに丸を出してるつもりだと、で監査にもその丸を証明したいだけなんですよ。だったらそれ、ね、不毛なやり取りだったりバチバチする関係でもなくてですね、まあ、しっかりねその丸を証明しに行くっていうお手伝いじゃないですけど、読み合いというか助け合いというのが大事じゃないかなと。まあ、確かにこれがね×を丸にしていくと、すなわち何かっていうと、もうそもそも虚偽申告ですね、粉飾ですよ、粉飾をするつもり満々で経理含めて会社がそういうスタンスなのであればですね、手伝うとかもそもそもないと思うんですけど、多くの会社というかそもそも制度趣旨的にですね、そんな罰の会社なんかいないと思いますんで、まあねそんな感じでできるだけ監査って何がしたいのかなと、だからこういう資料用意しておいた方がいいんじゃないかとか、こういう回答を用意したらかけた方が分かりやすいんじゃないかとかですね、まあ、その中でお互いですよね、監査人もできるだけその趣旨を分かりやすく伝えるのも義務だと思うんですけど、経理の方からもですね、監査とは何ぞやと、でどこに向かってるのかと、まあ、そこら辺をね一つ目に言った開示がゴールですよっていうところじゃないんですけど、それね横断的にできるようにするっていうのもそうですし、何が求められてるのかっていうの感じで、はいはいこれでしょ欲しいんですよとどやみたいな感じで、ぜひね楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。で3つ目で、あとはですね他人事ではないってところですかね。他人事ではない、これは何かっていうと、2つ目でも言ったんですけど、やっぱ監査の多くの現場ではですね、監査人が求めたい結論というか導き出したい結論とか得るために監査手続きをするんですけども、それね不十分なことってよくあるんですよね。まあ、先ほど言った通り増減分析があったとするとですね、去年と今年比べて、まあ、一般的なね経済状況を加味しても異常値が出てると。じゃあそうなった場合ってどうしても会社にしか答えはないと思うんですよね。新製品出しましたとか、今回はキャンペーンやったんですとか、海外にも取引広げてみたんですとか、まあ、もっと言うとコロナでねガツッと下がってる方なんですとか、まあ、そんないろんな加味分析する内訳ってあると思うんですけど、まあ、よくあるのが先ほどね監査を知らないっていうところにもつながるんですけど、非協力的な方だとなかなかねちょっとやりづらいし、でも結局監査の現場でそれだっていうことは日々のねご自身の仕事でもそうなんじゃないかなって思っちゃう時もあるんで、ズバリ他人事であるっていうのはちょっと一つね微妙、もっと言うとだから他人事でないっていうのが優秀な経理マンといいますか、プライドを持ってやってる人の特徴じゃないかなと思います。まあ、そもそもだって売上の増減とかですね、監査って言いましたけど、そもそも自社として興味関心があるところだと思うんですよね。で特に経理をやってる人とすれば、去年がね1000万で今年100億ですと、こんな増減、まあ異常増減じゃないですかっていうのを合理的に説明できるかどうかっていうのは、当然ね伝票もそうだし数字もそうだし取引事象もそうだし、あと経済環境もそうだし、そういったところで自分の中でそもそもね他人事、監査が調べてくれるじゃなくて、自分たちがこういうね原因ですよね、原因と結果がありますっていうのは調べられるかどうかっていうのは、まあすごい経理として重要な素養というか感覚じゃないかなと思います。で当然ねそれ経理なんで、それをね仕分けベースだったり取引金額ベースですよね、数字ベースで終える説明できるっていうのは優秀かどうかってとこじゃないですかねっていう感じ。こんな感じで3選選びました。まあ、ちょっと被ってる部分あると思うんですけど、一つが他の部門のことを知っている、まあ、何かっていうと単体連結開示ってありますけど、それをね横断的に知っているとか、まあ、タスキリレーがしっかりできますよというところ。で2つ目がそもそも監査を知っていると、何を求めてきて何を証明しに行こうとしているのかと、そういったところをね分かって一緒に動いてくれるっていう人がまあ優秀というか素晴らしいなと思います。で3つ目が他人事ではないと全てに言えるんですけど、まあ、自分の仕事ここまでとかじゃなくて、そもそも自分の仕事としてプライドとして、まあ、数字を扱ってる以上ですね、その分析異常値があったり差異があったりですね、そういった時に自分ごとと思って、自分の会社のことなんですが自分のことだと思うんですけど、対処できるかどうかっていうのはすごい重要だと思いますね。まあ、あと当たり前すぎて言わなかったんですけど、経理をやってるっていうことなんで、やはりですねあんまり軽視ばったこと言いたくないんですけど、やっぱ形ですよね。ある程度簿記ですね、簿記の知識だったり、やっぱ会計用語、会計言語で話せるかどうかっていうのもやはりすごい重要な素養というかスキルだと思います。なので簿記2級とか1級とか、もっと言うと昔会計士試験の勉強してましたとかですね、まあ今で言うともうそもそもの会計士です方も多いと思うんですけど、もうね会計士一般企業の経理やってますとか、そういった意味で共通言語で話せるかどうか、会計の専門家なのかどうかっていうのは、やっぱり経理やってる人っていうのはそのね自分が初心者かどうかは熟練なのか置いといて、やっぱりね我々から見てもですし社会から見てもやっぱりプロとして見られてますんで、そこら辺のプライドに基づく資格試験だったり、それなりのね証明できるスキル実績っていうのはあった方がいいんじゃないかなと思いました。そんな感じですかね。対応およびスキルですね。対応、そうか、人柄とか対応っていうソフトな面で言うと、やっぱりさっき言った通りやっぱ協力的な人の方がいいと思います。でやっぱりメディアのせいなのか、どうしても監査と非監査会社っていうのはですね、なんか対立するもんだっていうイメージが先行してるようなんですけど、全然そんなことなくてですね、先ほど言った通り
通り上場企業たるものですよね、共通の命題がありまして、もう適切な開示、もうこれに尽きるんですよ。もう良くも悪くもそれをしっかり解決措置として表現するというところに共通の、ね、目的がありますんで、できたら有効的といいますか協力的な方が人柄対応としてはもうすごい重要だと思います。でさっき言った通りね、スキルとかそういった部分に関しては後でいいと思います。とにもかくにも一番大事なのは前向きさ、協力性、協調性って部分だと思いますんで、まあ我々もね、今経理のことばっかり言いましたけど、業界人的に横柄な人いるかもしれないです。それはもう本当に申し訳ないんですけど、あのね、治療をよこしてくださいみたいな人いると思うんですけど、もうそれは一部限定的、例外的だと思っていただいてですね、お互いが歩み寄るというかですね、共通の成果物を出すんだと。で、それでね、経済がうまく回るようなものを出すんだという目的がございますんで、まあそういった意味ではね、人柄だったり対応っていう意味では前向きな人がありがたいという感じですかね、シンプルに。はい、そんな感じですかね、経理マン。あくまで監査対応っていう意味でのちょっと今日はお話ししてみました。またね、他の一般論ですよね、例えば資金調達だったり、自社のね、経理としての才能、スキルとしてはどのようなものがありますかとかも、ぜひね、ご質問が来れば取り上げたいと思うんですけど、あくまで監査対応をされる経理マンとしての必要な素養だったり、あったらいいなって思うことを挙げさせていただきました。まあちょっとね、即興だったんで、またね、うまくどっかでまとめたいと思います。ということでね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。本日はですね、監査対応としての経理スタッフのスキルというのをお話してきました。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、私のチャンネルではですね、会計とか税金とかビジネスとか、あと受験生の向けてね、ノウハウだったりっていうのをできるだけね、わかりやすく短く配信しています。よかったらね、チャンネル登録ぜひしてください。でね、あとは Twitter とかのシェアもね、していただけたら大変嬉しいです。はい、ということでね、本日は経理マンについてお話ししてきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上になります。ありがとうございました。